米国政府は、北朝鮮が再び短距離弾道ミサイルを発射するなど挑発行為を行う場合、国連安全保障理事会に対応を追求するとの方針を固めた。また、これを日本など関連国に伝えたことが分かった。日韓の複数メディアはこの日、 消息筋を引用し、米国が今月中旬ニューヨークで開かれる非公式会議でこの方針を日本、アンポリ常任理事国に伝達すると明かした。これを前に米国政府は、北朝鮮が去る9日にミサイルを発射したことについて、アンポリでの対応は保留としたが、次は見過ごさないとの立場を明かしていた。